と同時に始まった大雨から一夜明けた6月終わりの日曜日、熊本市中央公民館開館記念式典が行われました。この度完成いたしましたこの施設ですけれども、人々が集い学ぶ災害に強い町づくりの拠点を基本理念に再建をいたしました複合施設でございます。式典には熊本市長をはじめ関係者約50人が出席。テープカットも行われ、中央公民館の再建を祝いました。記念式典のテープカットです。お願いします。熊本地震で被災し1年3ヶ月の再建期間を経て、この度中央公民館が完成いたしました。たくさんのご利用者の方には地震後の約3年間ご不便をおかけしましたが、あの地震の経験を生かし災害に強いまちづくりとして基本理念、人々が集い学ぶ災害に強いまちづくりの拠点と定め、7月2日に供用を開始しています。また新しいといえば公設公民館初の指定管理者制度を導入しました。熊本日日新聞社、熊日サービス開発、熊本シティ FM、 九州総合サービス、パブリックビジネスジャパンの県内企業5社による共同企業体が運営しています。さてここからは熊本市中央公民館の中を詳しく見ていきます。お話を伺うのは館長の田浦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新しくなったばっかりということで本当に綺麗で素敵な建物ですよね。ありがとうございます。この建物7階建ての鉄筋コンクリートです。まあ、この近くに白川公園の緑もありますし、この近所に瀟洒なマンション等も建っておりますので、それに負けないぐらいのデザイン性に富んだ建物だと思います。で加えて、指定避難所ということでですね位置づけられておりますので、この中に浄水これ5トン、それから注水これが5トンから10トンぐらいになるんですけど、一応11トンはですねいつもここにあるという形ですね。それから発電機も自家発電機も持っておりまして3時間ほど持つということになっております。いろんな防災関係のですね勉強もしていきたいというふうに思っておりますので、そういった観点からもご利用いただければなというふうに思っております。周辺に住んでいる方はもちろんですけども、私たち熊本市民心強い建物ということになりますね。そうですね、そうしたいと思ってますし、私どもがですねいろいろまだこの機能を生かすべくですね勉強していきたいと思っております。今私たちがいるのは1階のロビーなんですけれども、はい、ここはねちょっと待ち合わせに使うことができそうな感じで椅子とテーブルがあったりね、広い空間になってますよね。あとは熊本地震の時の記事も展示してありますね、はい、そうですね、これ熊本日日新聞社の記事を中心にですね、新聞に載らなかった写真もですね展示しておりますので、ぜひ見ていただければと思っております。これから多くの方がこちら訪れると思うんですけれども、来るときに私たち気になるのいろんな設備ありますね、はい、その中の一つやっぱお手洗いとかもね結構気になってくるところかなと思うんですが、そうですね、各フロアにトイレも完備しておりますし、至るところに手すりを設けましてですねバリアフリーという考え方をですね取り入れております。皆さん心配せずにお出かけしていただければということですね、はい、そういうことになります。あと気になるのが1階ここだけじゃなくてなんか売店とか、はい、これ白川の方なんですけれども、ショップ&カフェという形でですね白川のほとり、そういった名前でですねちょっとした食事ができる、それと産直のですね野菜等を置いております。これについてはですね後ほどまた詳しくですね担当の者がご紹介したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。わかりました。館内の施設や講座の受付などを行う窓口は2階です。ここは事務室のお隣にある図書室ということになりますね、はい、入り口から入って左側には熊本日日新聞社、それから熊日サービス開発から寄贈の本もですね皆さんにご覧いただいております。蔵書数としてはですね、およそ1万3000冊ございます。ずいぶんたくさんありますね、1万3000冊のうちですね、だいたい 30% ぐらいが児童書になるかと思いますので、子どもさんたちにですね寝転んでも読めるよっていうような感じかな、そういう感じでですね一応する寝転びコーナーというコーナーを作っております。
いいですね。まあでも子どもが寝転んでみるなら大人もリラックスしてみたいわということで、あの窓側はカウンターの席になってるんですね、はい、こちらはですね、いわゆる白川公園の緑をですね、時々見て目を休めて、そしてまた本を読んでいただくという形になろうかと思います。あの部屋はそんなに広くないんですけれども、まあ、この中にぎゅっと凝縮されたっていう感じですよね。ありがとうございます。こちらは3階の調理室になります。この部屋はですね、両方に窓がありまして、明るくですね、それから清潔な感じを出しているかと思います。調理台が全部で7台ございます。1台が車椅子の方がですね、お使いいただけるような上下に動く調理台になっております。これはいいですね。バリアフリーという考え方をしておりますので、この流し台につきましてもですね、そういう形になっております。それから3階はここだけじゃなくて他にもお部屋がありましたよね。はい、3階はですね、老人福祉センター機能っていうのを付加しまして、教養娯楽室、これは囲碁将棋をですね、お楽しみいただける部屋になっておりますし、もう一部屋は防音関係をきちっとしまして集会室という形になっておりますけども、ここではカラオケがお楽しみという形になります。カラオケもできるんですか。はい、まあこれまた近いところに密集していろんな部屋が3階にも集まってますね。はい、4階は体を動かして楽しめる場所なんですね。はい、4階は軽運動音楽室というところがございます。床はフローリング、防音設備が整っておりまして、次の部屋としてご紹介したのがこのトレーニング室です。このトレーニング室は健康運動指導士が在住しておりまして、いろんなお客様の質問に対してお答えできる、そしてまたいろんな形で皆様のご健康に尽くせることができるかと思います。アドバイスいただけるっていうのは心強くていいですね。そうですね、機械もいろいろ揃っておりますので、どうぞご利用いただければと思っております。さらにこの運動をしながらちょっと外を見ると白川公園の茶室が綺麗に見えるんですね。はい、ここは非常にビューが良くて、茶室はもちろんのこと、春の桜の時はですね、上の方から桜の花が見られると、いろんな風景を楽しみながらいろんな方たちにご利用いただければと思っております。このトレーニング室には私たち健康運動指導士が必ず一人は常駐しております。いつ来てもどなたでも快適にご利用できる空間になっております。初心者の方への指導はもちろん、経験者の方への指導も、できますので、ぜひご気軽にご利用ください。お願いいたします。5階には各講座などに使用する会議室があります。中会議室3にはプロジェクター用のスクリーンが設置してあり、中会議室3と4を合わせた使用も可能です。そして奥には茶室も含めた和室の会議室、和茶室です。8畳の茶室、12畳の和室、水屋が 4.5 畳の広さで、お茶会などにもご使用いただけます。6階は小会議室とプロジェクター用のスクリーンを設置している大会議室があります。この2部屋を合わせた使用も可能です。最後の最上階7階にやってきましたね。7階はステージもあるホールで、ここは照明設備、音響設備、それからプロジェクターも備え付けてありますので、ご自由にお使いいただければと思っています。1席でだいたい200名は入るかと思います。発表会とか講習会とか、そういったものに使っていただけます ね。ぴったしですね。やっぱ公民館っていうといろんな講座が行われていると思うんですが、この中央公民館新しくなってどんな講座が行われているんでしょうか。はい、公民館の講座の中で私どもが特に数を数えてますのは自主講座でございまして、自主講座はこの公民館が新しくなるまで48講座ございました。今回自主講座61講座開講されますので、1000名以上の方が受講されるような形になろうかと思います。各講座の参加には事前に電話か窓口での申し込みが必要です。ご希望の方は管理事務室で各種手続きと受講料の支払いをお願いします。カルチャー講座や各部屋のご使用などについて詳しくは熊本市中央公民館
電話 096-353-0151 番へお問い合わせください。さて、最後は楽しみにしていました1階の白川のほとりにお邪魔しています。お話を伺うのは石田さんです。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いやー、こちらは本当に白川公園と一体化しているかのような、何ですかね、オープン喫茶みたいな感じですね。そうですね、ありがとうございます。公園からの動線も設備して窓を大きく取ってですね、公園の緑を楽しんでいただけるスクリーンになっております。それからここのお店のロゴなんですけど、はい、白川のほとりっていうこのなんかこう流れるような感じ、はい、ね、これはやっぱり、はい、白川をイメージしてデザイナーさんにデザインしていただいてます。ね、はい、面白いですね。ありがとうございます。すごく印象的。あ、そうです。店内は本当にいい香りがしていて、ね、お腹空くんですけど、はい、ここではどんなものを食べたり飲んだりできるんでしょうか。今ですね、プレオープン中で、いろいろお客様のご意見を伺いながらメニューを考案しているところなんですけども、多分和食とかいろいろ楽しんでいただけるんじゃないかと思います。あ、楽しみですね、はい、あとはこのカフェスペースのお隣には売店、はい、なんか特産品とか、あとお野菜なんかもありますよね。そうですね、うんうん、はい、まだ品数なんかもどんどん増えていくということですね、はい、お店の正面には専用の駐車場もありますね、はい、そうです、専用です、はい、ということは公園を利用しなくても、はい、本当になんかランチに行こうかなとか、はい、お買い物に行こうかな、そうです、ということで立ち寄っていただけますね、はい、どんどん来ていただきたいと思います、はい、はい、営業時間ってどうなってますか。今は9時から6時まででしてます。であとご予約とかいただければですね、夜の営業とかも、はい、考えますアルコールは、はい、あります、こちらでビールが、はい、いただけますか。いただき、はい、うわー、じゃあ私も今度仕事ではなくて、はい、ゆっくりとお邪魔したいと思います。はい、お願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの市民の方が集い、さまざまな学びができる場所、熊本市中央公民館は熊本地震の経験を踏まえ、災害に強い街づくりの拠点として新しく生まれ変わりました。街中の白川公園内にある公民館という立地の特徴を生かした公民館です。たくさんの皆さんのご利用をお待ちしております。